だまだ。スキアリ。だ。スキアリ。まだまだ。くらえ。とどめだ。くらえ。無事、再構築できたようですね。はじめまして。私はこれからマスターと共に戦うナビゲーターです。フリーザー！この世界はおめえらの好きにはさせねえ！ほっほっほ、いつまで強がりを言えますかね。行きましょう。ここは危険です。しまった。仕方ない。戦ってください。今のあなたならできるはずです。あなたの中に宿ったコズミックキューブが必ず力を与えてくれる。どうだ！
ナビゲーター、キューブの回収を。了解しました。回収シークエンスを起動します。ほう、まったく、これだから人間は。勝負はお預けです。待て！新しいお仲間の心配はいいのですか？それでは、また。大丈夫ですか？よかった。それにしても、初めての戦いでここまでの活躍はすごいです。ああ、そういえば、まだ名前を伺っていませんでしたね。いい名前ですね。おめえやるな。悟空さん、一旦ベースキャンプに戻りましょう。他のメンバーのアシストに回ったルフィさんとナルトさんも、もう戻っているはずです。わた、腹も減っちまったしな。行きましょう。俺たちのベースキャンプに招待します。心配すんな。運命ももいっぺあぞ。転送用ポータル起動します。到着しました。機械に瞬間移動させられんな。まだ慣れねえな。悟空のおっちゃんが帰ってきた。すまねえ、フリーザのやつ逃がしちまった。次会った時にやっつけりゃいいさ。あ、そうだ。それで悪いけど飯ねえか。俺腹減っちまった。さっき俺が全部食っちまった。いや、嘘だろ。あなたたちの世界の人はここに来るとみんなびっくりするんですよ。当然だ。君たちが漫画で見ていたような想像の世界が目の前に広がっているのだからな。長官、ようこそアンブラスベースへ。ここはフェノムズと戦う者たちが集う人類反抗の拠点だ。私はグラバー。このベースキャンプにいる者たちは私も含め、ほとんどが君と同じ世界の出身だ。彼ら以外は。単刀直入に説明する。世界というのは一つではない。我々が住む現実世界とは別の世界が存在する。その世界の名はジャンプ。このジャンプ世界から現れた敵と、彼らと共闘する者たち、ベノムズによって現実世界は破壊と混乱に飲み込まれた。その脅威に対抗しているヒーローたち、それが J フォースだ。 J フォースのメンバーには悟空やトランクスのようにジャンプの世界からやってきたヒーローと、君のようにもともとは現実世界の人間だったヒーローがいる。そうだ、今の君には彼らと共に戦う力がある。君の中に埋め込まれたキューブが君の意志に反応して力を与えた。我々はそれをコズミックキューブと呼んでいる。倒したベノムズから現れてたのもまた同じものだ。そう、ベノムズはもともと人間だったのだ。悪意を持つ者がキューブの力を手にした慣れの果てだ。ベノムズは悪意を持つ者を集め、彼らにキューブを与え、仲間を増やしながら現実世界で支配エリアを拡大している。このままでは現実世界の全てがベノムズによって支配されてしまう。それを阻止するには、ベノムズの殲滅はもちろん、ベノムズを生むキューブの回収が必要だ。君も我々と共に戦ってくれないか。これで君も J フォースの一員だ。期待しているぞ。
計画はどうなっている？ジェイフォースとかいう厚苦しい連中が必死に抵抗しているようだけど、問題ない。兵の数は着々と増えている。そうだ。だが順調であれば気を抜くな。せっかちね。急ぎたくもなる。この腐り切った世界一刻も早く変えねばならない。世界を作り変える。早速だが、Jフォースについて説明する。ナビゲーター、頼んだ。はい。Jフォースは戦略的観点から大きく3つのチームに分かれています。ベノムズの進行拡大を防ぐアルファチーム、ベノムズに占領されたエリアの奪還を担うベータチーム、敵地への潜入、偵察などの諜報活動を得意とするガンマチームの3つです。メンバー管理の都合上、君にもこのどれかに所属してもらう。堅苦しく考える必要はない。実際の作戦ではメンバーの適性や状況に合わせて柔軟に運用される。まずは J フォースの全容を知る意味でも各チームを見学してから選ぶといい。ちなみに所属することでそのチームメンバーの技を習得することができる。チームを選ぶ時の参考にしてくれ。
の。ああ、お前もう平気なのか。お、お嬢さん、お体の方は。はい、もう平気です。ただ私、皆さんに助けられた以前のことを忘れてしまっていて、名前以外思い出せないんです。なんて名前だ。私はアンジェラと言います。素敵な名前だ。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。よろしくな、アンジェラ。ま、腹いっぱい肉食って寝ちまえば、そのうち思い出すだろ。三時の飯はすんげーうめえぞ。好きな料理は何だい。食べたいものがあったら何でも言ってくれ。はい、ありがとうございます。俺の勝利だ。見ていろ、カカロット。Ah!
使命か。